サムスン電子サムスンギャラクシーサムスンギャラクシー S6HSCV31 ギャラクシー S6HSCV31 は韓国のサムスン電子によって日本国内向けに開発された au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の第3.9世代移動通信システム第4世代移動通信システム対応スマートフォンである。 ギャラクシー S5 SCL23 の後継機種で、今回は、筐体の両側に、曲面ディスプレイを搭載している。通常の利用時には、デュアルエッジスクリーン部分も含めた全体で、アプリが表示される。なお、既存のギャラクシーノートエッジ SCL24 のエッジスクリーンでは、アプリランチャーなどに割り当てられていたのに対し、当機種のデュアルエッジスクリーンには、アプリランチャー機能は、 非搭載となる。他にも日本独自機能としてワンセグフルセグお財布形態に加え au 版のギャラクシーシリーズでは初となる奥だけ充電および au ボルトのサービスにも対応している。これに伴い日本国内での 3G エリアによる音声通話およびデータ通信にはそれぞれ非対応となる。ボルトに対応するため既存ユーザーは auic カードを au ナノ ic カードから au ナノ ic カード04に交換することが必要となる。ストレージ容量は 64GB モデルと 32GB モデルの2種類から選択することが可能となっている。scl24 同様、防水、防塵性能は装備されていない。キャッチコピーはネクストイズな美しさが時代を作る。 PC 向けウェブブラウザが標準装備されている。携帯向けサイトは他のスマートフォンや PC と同じく閲覧不可。ありがとうございます。